久米光平です。非常に眠たいです今日はね、午後からサーフィンライフ連載企画の撮影なんですけど、まあせっかくなんで朝早くから行って午前中サーフィンしてちょっと体動かして午後の撮影に挑みたいと思います。ちょっと頭が回ってないかもしれない寝てるねまだ頭が。いやっていうか連日さ、まだちょっと言えないけどさ、来年ちょっとかなりのビッグプロジェクトがあるじゃないですか、もうこれがすごい楽しみだよね兄ちゃん。むちゃくちゃ出てないんですよありがたいことじゃないですか、そんなサーフィンのお仕事で疲れるなんて、ね、うん、いやまあだからさ、今日はちょっと朝行ってさ、午後のライフの撮影に備えてね、備えて軽くちょっとサーフィンしましょうよ。はい、ということでね、今日も一日ちょっと待って、まず起きて目が元気よく行こう。開いてない目が元気よく。じゃあ危なよろしくお願いしますお願いします、お願いしますかいやっと着きました。何時間かかりました？3時間です半端じゃない混んでた。もうずっと後ろちょっと撮って、あたかもずっと起きてましたばりの感じでなんか座ってるけど私2時間半は寝てましたからね、うん、ほんと良くないわそういうところ。鳥眠かったよく見せないで寝てて最後までできればでもメンツルじゃない？できそうだよね。でもちょっと小さいね。いいよ、でも風入ってるよりは全然。なんかたまに来ますね。来てる、ちょっと数少ないけど風入る前にやった方がいいでしょ、これは。うん、ライフの撮影も午後備えてるし、練習します。じゃあ行こう。ちょっと待ってください。なんすか？あ、戻ってきてすごい嫌な感じだね、それ。タイのちょっと待ってくださいよ何？なんか、ゆるそうじゃないですか、二人。それはウォームアップしてみたいな、午後に備えてみたいな。それはそうですよ。これで帰ろう。ああ、察するな察するな。どうぞ。いや、俺はいいわ。じゃあ今日は上君で金。いや、お便りがファンの方からの。あれる？とうとう2回目から来ましたかと。キーなんだった？最悪。どんなファンレターでした？最悪。見せてください。ノーカットで得意技を決めろ。3分ワンライド。どういうこと？まずもう陸からスタート、はい、もう陸から走って3分以内で一発勝負っていう、はい、1本しか乗れないの？3分間だったら何本でも乗っていいの？いやダメ、1本書いてちゃんと読んで。もう誰このバカげたミッション考えたやつあ、で俺がレイバックで、兄ちゃんがブローテールリバース、そう得意でしょ2人とも。何これ、だって3分以内に乗れない可能性も全然あるじゃん。いやもう乗れなかったらこの人3分以内に乗れないプロサーファーなんだなって。でもバンで終わりですよ。バンで終わり来そうだなと思ったら走っていかないと。思ったらもう入っていくのすごい。ああ、ごみ捨ててます。ごみ捨ててます。じゃあ着替えましょうか。全然クルーズじゃねえじゃん俺全然来るじゃん。来た。先行後攻どうするじゃんけんしようか結構ここで決まってくるからモチベーションは最初はグー、じゃんけん、ぽい。よし、ここよし、ここですダッサ。まず先に恥さらしてもらってじゃあいいよ、俺が先行行きますわやってやろうじゃねえか。ほんと
だよ、誰だよ、よくないよ、そういうの。この後じゃあ、仕事なのにさ、仕事なのにさ、着替えよ朝っぱら、うちうしすぎだろ、俺3時間も運転してんだからさ。午後からライフの撮影仕事って言ってるかもしれないけど、俺は今これが仕事だからそうだ今のこの状況で真剣にレイバックを決めに行くんだったら、やっぱ EPS の方が、トロイセクションもスピードつく、あれスピードつかないとメイクできないじゃん、うん、やっぱ技全体的に。そうだね。なんで僕は EPS いきます。これ LDC TD19 オールラウンドにベーパーコア動き重視。これもう3分始めちゃっていいんですか。まだ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 でしょ、どう考えたってワックスも塗ってないんだからねえ。じゃあ位置について、ちょっと待って待って待って、リーシュもつけてないから俺の作戦言っていい？ 100m ぐらい沖にセットが来たら俺行くから。じゃあこれではい、じゃあゆうへいくんのタイミングで、うん、兄ちゃんのタイミングで。これ結構過酷ですよ、岸スタートの3分。スタッペーから行くよ。いいの？行きます、行くよ。はい、いい？いいよ、よーいスタート。始まりました。3分ノーカット。これには波が来てないように見えますが、彼には何か見えたんでしょうかね。感じてるんですなんか結構早いよ今な、もう30秒30秒経つよしかも結構右行ったね。一生懸命パドルしてない？うんさあ、今沖に出た？もうちょいだね。でも沖に出たタイミングで、はい、こちら歌わないか。もう1分、もう1分経ってますね。さあ残り時間2分で何が来るのか、その勝負。さあここで本当にワンチャンスだ。ちょっとこれ話しかけられてますかね。話しかけられてますか。どうですか、元コンペチターとして3分きついですか。これはね、地獄ですね。3分の大会っていうのはない？あるわけがない大体何分が出ない。え、大体何分なの。まあ、プロ戦は20分とかだよね。あ、さあ、時間の方は1分30秒経過してちょっと来たんじゃないですか。で俺的にはね、なんでもうちょっと左に行かないんだろうっていう不思議です。ちょっとあそこカレントに入っちゃってあんま割れてないんじゃないか。これが先行の恐ろしさですよね。でこれで右に漕ぐっていうのはもう絶望的ですね僕的には。おっと、来たか。おっと、バドルしている。今2分経過したところ、バドルしている。バドルしている。さあ乗れるのか。グーフィー方向に、これよ。おっ、終了2分25秒。さあここでくしくも3分経過。これで兄のノーカットワンライドは終わりです。でも今の見てたらさ、うん、本当に後編ノーライドありえるよ。そうだね結構ノーライドありえる、うん、これはでもちょっとさ、惜しかったね。惜しかったちょっとね、波にもうちょっと押しがあったらもしかしたら行ったかもしんないね。これね、結構鬼みたいな企画だわ惜しかったっしょ。でも惜しかったね、うん、ちょっとおって感じだったよ ね。いや違うんだよ、言い訳させて。狙ってたのレギュラーだったんだけどね。俺なんでグーフィー行ったと思ったもんねえ、レギュラーだった。いやあれはもうグーフィーだった。グーフィーでしょ。グーフィーだった。いやだってあれ乗ってなかったら多分もうバンだよバンのプレッシャーにやられました。バンのプレッシャー半端ない。もう時計見て 2分行った時結構やばかったもん
いやこれ鬼みたいな企画だわ。悔しい。チャンスあったからだけに悔しいわ。バックサイドのレイバックどうやってやるの？作っちゃえよ。いやもう腹で行くしかないでしょ。作っちゃえよ。腹で行くってなんだよ。フロントサイドの基本技なの。はい。まあ、グーフィー多いからね。どうやってやるの？チャンスだからもうこうやればいい。新しい技作っちゃえよ。よっしゃ行きますね。行きます。用意。スタート。始まりました。これあれ、あのセット俺間に合わないと思うんだけどさ。バンの可能性出てきますか。間に合わないっしょ。来てる。今2本ぐらい来てる。間に合う。大切だよ。セット一発来ちゃって乗りそびれると次のセットまでの間隔はだいたい5分から10分だから、このセット乗れなかったらもうバンです。本当に焦ってみます。でも間に合いそうだね。あーっていうかむしろちょっと綺麗でしたね。っていうかむしろ来てたセットが消えたね。正面ファイブインサイドで待ってな。そうっすよね、正面手前のやつですね。ファイブインサイドで待ってな。俺があれ入ってる時にあそこで割れてたんだ。もうちょい沖のもうちょい左かな。ゆうやくんはあれより15メートルぐらい右にいましたから、ね、右か。ポジションもよく分かってなかった。来てるよ、セット。いや来たね。あれわざとあの俺らから見える太陽の中にいるんですか。そうね、多分あれレイバックしたとかホラフって取り逃したとか言われる可能性あるから、ちゃんとこう来てるよ、セット。あ、これチャンス。残り時間あと1分です。あ、来た来た。行くのか行くのか。あー、これは人が、人っていう、他の人がライディングしてるっていうのもあるからね。あ、来たんじゃん、ライト。あー、また人が。残り時間これ見せてもらっていいですか。残り時間40秒を経過しようとしています。あー、これはなかなか厳しい。あ、来たんじゃん、これラストチャンスじゃない。あ、これ来たね、ラストチャンス。行くのか。これを行かなかったらあなたの露出ありません。もう来たんじゃん、これ。いや、結構。いやいやいや。何秒ですか、何秒ですか。2分40秒で、まあ。あ、もうちょっと見せてください。2分40秒。うわ、乗ったけど、全く決める感じないね、今の。苦し紛れすぎなかった？ちょっと。俺多分座り込んだのかと思った。休憩かなーって。いや多分今頭の中フル回転で言い訳がない。どうしたの？あなたのせいでね、すごい恥さらされてんだよこっちは。俺の作戦は手前で乗ろうと思ったら思ったより全然起きてねえやって、2回も割れちゃってフルタイム乗って、あんたのスピードどうやってつけんの。ライディング中に急に嫉妬運がボーって感じレイバックの新しいニュートリック嫉妬運がボーって。はい、はい、これどう、クリアでしょ。でも何を基準のクリア。仕掛けたっていうことで、とりあえず3分以内に乗ったっていうことは、あの、うん、2人ともさ仕掛けたじゃん、うん、仕掛け見た俺のあのヒットオンザボード。すごい恥ずかしい、あんなの。初めてやって、あんなのもう立った瞬間にこれ無理だって思ってんだから、こっちゃって一応プロなんだから。ねえ。
これ無理だなって思いながらやってる。仕掛ける、うん、無理だなって思いながら。それはシットオンザボードになるよ。座っちゃってた俺。その心意気だけは認めてほしいよ、ほんとに。ということで、せっかくなんでちょっと波も良さそうだからさ、俺も行きたい、普通に海入らせてくれよ。とりあえずこの挑戦は失敗です。結構面白くなかった。面白かった。結構集中できるよね、うん、ただ乗った時のあれだよね、絶望感あるよね、うん、半端じゃない半端じゃなかった。これ無理。やっぱたまには2人のさ真剣な姿も見せないと。そうだな、まあ、失敗に終わったけどちょっと波ができそうなんで、とりあえずじゃあ板変えるわ。俺も板変える、うん、楽しませてくれよたまにはサーフィンを。取れたよ。俺の方が取れた。やりば。